皆さんおはようございます。今日はラムさんとデートなのでゲットレディウィズミーね撮っていこうかなと思うんですけども、お腹空いたのでねちょっと朝ごはん作っていこうかな。最近ね体重がものすごく増えちゃったのでまたね低糖質やってるので、ローソンで売ってるブランパン、これで簡単に朝ごはん作ります。最近ねプロテインも合わせて飲んでます。結構プロテインが日持ちするって知らなくって、最近はね買いだめして冷蔵庫に必ず入ってるようにしてます。とりあえずご飯食べる前とか一回ちょっとこのプロテインを挟むようにしてます。2、3週間ぐらいか経つんですけど、2キロぐらいだいたい減ったかな。このチーズデザート、切ない帰りも、これなんか喧嘩してる。喧嘩しないよねえ、喧嘩しないよ。でこのチーズを乗せて、これで完成。ちょっとね今日は甘いものが食べたい気持ちだったのでこんな感じで作ってみました。いただきます。ブランパン食べ始めたばっかりの時ってすっげーまずって思ったんですよ。なんか匂いが強いなみたいな、何これみたいな。食パンって匂いがあんまりしないものじゃないですか。だから慣れなかったんだけど、最近はね慣れてきてもはや美味しいと感じています。レモンのチーズがめっちゃ爽やかでうまい。今日どんなメイクにしようかな。何の服着るかにもよるよね。今日すごい天気良くてすごいあったかいの。だからワンピース1枚でいいと思うんだけど、ブルーのシャツワンピを着るかちょっと昨日着ようか迷ってここに置いてあったんだけど、 H&M で新しく買ったこのスウェットワンピース、こんな感じでね短いミニ丈なんだけど、ウエストがゴムついててここ絞れるようになってるスウェットワンピなんですよ。めっちゃ可愛くないですか。ちょっとこれね裏起毛だからちょっと今日は暑いかもね。皆さん何変わったか分かります？このお家の、そうベッドシーツアリエクで買ってすごい届くの楽しみにしてて2週間3週間ぐらい待ったんですけど超気に入ってる。なんか日本でも売ってるかなと思って結構いろんなサイト探したんですけど、このベージュのチェックってなかなかなくて、で韓国のね通販サイトとか見てたんですけどすごい結構高くて、枕のカバー2つとベッドカバーとあとこの布団カバーの4点セットで2500円ぐらいでした。超安くない？ミニッコは変わらずクレストを使ってます。でスポンジ洗うのはこのダイソーのやつ、これマジで本当に何十本何百本100いってるんじゃない、買ってるか分かんないぐらい一生買ってますからね、やつこれでブラシも洗うしスポンジも、スポンジはね大体毎日洗ってるので毎回だいぶリピートしてますね。こんな感じで綺麗になりました。コサールXの拭き取りパッドで拭き取りしていきます。今日はデートでちょっとね化粧のり気持ちよくしたいのでこのね UFO を使っていきます。 UFO は温冷熱モード、冷たくも暖かくもなるモードがあって、あとね LED ライトとか T ソニックが搭載されてて、2つのねモードの組み合わせで短い時間でねマスクの成分を角質層まで浸透させることができる、なんかね1段階上のスキンケアって感じで、ちょっとね今日は気合い入れたいよっていう日に使ってます。シートはね朝用と夜用があるんですけど、今日は朝用のこの Make My Day っていうパックを使っていきます。朝シートのメイン成分がヒアルロン酸と酵素っていうのが入ってて、長時間ね潤いを感じられるシートになってます。こんな感じでもうひったひたのシートです。でこれをここのねオレオの機械にこんな感じでセットして、でリングセットしてで使うだけ。めっちゃ簡単なんですよ。これ使うと肌が結構潤ってくれて明るい印象になるので朝も夜もね結構活
躍してくれてます。最近ねこういう美顔器に興味が結構出てきて、いろいろね使ってみてるんですよ。こんな感じでねアプリがね指示してくれます。マスクの成分を肌の角質層まで浸透させます、ね、今あったかいモードです。こんな感じでこのねあったかいのもね朝めっちゃいいんですよね。アプリがね音楽流してくれて、この音楽もねすごいね癒されるんですよ。朝にめっちゃぴったりです。温度が徐々に下がるとマスクの成分が肌に馴染みます。でこれがね冷却モードなんですけど、これがすごいよくってすっきりしたね気分になるし、メイク前はね肌をキュッと引き締めてくれて、肌温度をね下げてあげることでメイク持ちもね良くなると思います。スマートマスクトリートメントが完了しました。ご希望であれば、はい、これで終わりです。結構簡単で短時間なので朝でもねささっとねできるぐらいなんですよ。ここもねなんかめんどくさくなくてちょうどよくてね気に入ってます。パック自体もすごいねいい香りがして爽やかな、ね、朝にぴったりな感じの香りです。でこのね温熱モードがあることによって肌にね保湿成分がすごいね馴染みやすくしてくれるので、朝からねいろいろねケアとかなんていうの機械いろんな機械使ってとか、例えば蒸しタオル使ってとかってねそういうことできないから、こうやってね簡単にね機械がねやってくれるのほんといいよね。最近ねほんとそういうのでね美顔器ねほんといろいろね試してるんですよ。結構このユーロはお気に入りです。何個かねいろいろ持ってるんですけど、これはねその中でもめちゃくちゃサイズ感が小さいんですよ。でこんなに小さいのに冷たいのもあったかいのも振動もこれ一つでねやってくれるので、本当にね手に取る頻度がめちゃくちゃ多くて、いろいろね皆さんねエステとかね行ったりとかお店とかにね行ったりしてる人も多いと思うんだけど、このね UFO だと家でね手軽にスキンケアがねできて、もう本当にねもちもちになるんですよ。でねお家でできるのでコスパもねやっぱいいし、もうこれね小さいからね旅行とかにもね本当に持っていくと思います。めっちゃ便利、もったいないからパッティングします。このパックもね結構ね良いから本当おすすめ、まあね、こういう機械にね頼る年頃になってきたなっていうのをすごい感じますね。少しでもね肌を良くしたい。はい、でクリームはこのねいつものアンブリオリス塗っていきます。でメイク前なのでちょっとねささっとっていうか軽く塗るぐらい。あ、本当肌がねもっちもち、やっぱ違う全然。鼻周りとかねもう花粉症で鼻噛みまくっててすごい乾燥してたんだけど、いい感じに保湿されてます。余分な油分はメイク崩れの原因になるので、ティッシュでね軽くクリームが馴染んだらオフします。最初にこれもね最近買ったばっかり、スタンダーワイルドのココナッツのプライマーウォーターです。これメイク前にねやっときます。すごいココナッツのいい香り。新しくゲットしたこのエスポアのウォータースプラッシュサンクリーム、これをベースに塗っていきます。あ、ちょっと量塗りすぎちゃったか。はい、で楽しみにしてたこちらですね、エルフの CC クリーム、ライトの240番とフェアの140番、このチューブなんだけどちゃんとポンプ式っていうね、これ大好きなの。持ち運びにもすごいいいし、ガラスじゃないからこんな感じの2色だけど、若干こっちの方がねやっぱ合ってるっぽい。でも若干気持ち黒いのでこの2つ混ぜたらちょうどいいかも。塗っていきます。楽しみ。あ、本当にめっちゃカバー力いいわ、すごいわ。めっちゃ良くない？これで CC クリームなのっていうぐらいめっちゃカバー力いいんだけど、やばい、気持ちいい。あれだね、イットコスメティクスの CC クリームに似てるね。コンシーラーもはやいらねえんじゃねえかぐらいカバー力いい。やっぱね CC クリームってだけあって軽さはね CC クリームっぽいわ。コンシーラーもこのエルフのやつを今日使っていこうと思います。カモコンシーラー、これはハイライト用にね明るいのを買いました。ハイライトの色もめっちゃいいわ。
ローラメルシでしっかりセットします。今日はねお出かけ行くんだけど、お出かけって言ってもティッシュとかあの醤油とか、あそうだコチュジャン忘れないようにしなきゃ。コチュジャン、もうティッシュがないんだよね。このアイシャドウパレットを使っていきます。ここの茶色取って、次ここのブラックで、全体的にちょっと眉頭の、めっちゃ発色いいんだけど、この黒めっちゃ発色いいわ。のメイベリンさんからいろいろいただいたの中に、このねブラックのねアイブロウペンシルがあったので、ちょっとこれ使っていこうと思う。最近ほんとさ、ドラストでもブラックの眉描きがさ増えて嬉しいね。ダイソーとかでも出てるしさ、めっちゃこれも描きやすいし発色いい。ブラック取って眉尻しっかり、まずはここの色で、このクリースに入れていきます。で、下まぶたにも二重幅塗っちゃいます、一回。ちょっと読めない、めっちゃ可愛くない？やばくない？めっちゃ綺麗なの。ちょっと今回のさ、エルフの新作やばくない？クーパーポップ、もう絶対に私が絶対好きな色、これ塗ってから今のラメのやつ乗せた方がよかった。これもめっちゃ可愛いです。はい、可愛い。この目尻の方にもっとこの締め色をちょっと、で目頭はここの濃い色埋めないと不安になっちゃったよね。これつけます。ら隙間はアイライナーで埋めます。なんか今日すごいゆっくり準備しちゃったな。チークも買ったんだ、これピールポッパーリトルピックミーアップというイエローのやつ。なんか可愛い色、ただもうちょっとやっぱり赤み欲しいので、ジンジャリーマックのジンジャリーって色を足します。ミストして、ハイライトついてるのでこのハイライトを塗っていきます。めっちゃ綺麗だ普通にめっちゃ綺麗。いや発色良すぎて塗りすぎやばい。黒目の下ラインちょっと、私も前髪クルーン買っちゃった。前髪さ、短い時、短い時っていうか前髪を下ろしてる時はたまにあるから、上げてる時もあるんですけど、そういう時に使おうと思って、ちょっとコテが温まるまで待機ゲーム。だいたい隙間の時間とか全部だいたいゲームしてます。牧場物語も最近買ったんですよ、スイッチ買ったんですよ最近。もうやり込みすぎて結構もう終盤っていうかほぼほぼクリアしちゃって飽きたので、3日間ぐらい寝ないでずっとやってたんですけどそしたらほぼほぼクリアしちゃった。
第1位だ。なんか最近私医療系のドラマ、海外ドラマなんですけど見てて、コードブラックっていうのを見てるんですけど、私もともとグレーズアナトミーがめっちゃ大好きで本当にそうで、最近そのコードブラック見て思ったのが、私は医療系のドラマがすごい大好きだなっていうことに気づきました。医療系のドラマ見てると、医療系の英語も勉強できるし、体の部位とか内臓の名前とかそういうのも頭に結構英語で入ってくるので、英語の勉強にもなるし、何よりやっぱいいよね、楽しい。ゆっくり髪の毛巻いてたら何時間でも巻いてることできるんですけど、急ぐ時は私めっちゃ早いと思う、髪の毛巻くの。若いことを気にしないことが大事だよね。そして前髪外します。この根元からのボリュームがこんな感じで出てくれるので、それがね気に入っていつも使ってます。でこの前髪、最近前髪カットしたのでちょっと短いんだけど楽しみですけど、ザグザグザグって取って、でここ輪っかにして、でここをマシャマシャっとやってから、ここをピーってまた引いて、いい感じのクシャッと具合にここがなったら、これをくるくるっと丸めて、ゴムがねここにあるので、ゴムの中に毛先を入れ込むだけの簡単お団子ヘアです。例えば寝癖で、私後頭部が絶壁族なので、基本的にね後頭部ぺったんこだったりとかするんですけど、それが直す時間がなかったりとかする時はこういう感じで開けちゃいます。前髪ちょっと短く切りすぎちゃうと、どうしよう。リップ、この新しく買ったセザンヌのウォーターティントリップ使ってこうかな。まず明るい色かな。これでいいか。今日のこのブルーのワンピースにちょうどいい色かな。これが01番です。ちょっとワックスはい、こんな感じで準備が終わりました。ちょっとね前髪好きすぎちゃったんだね。まあすぐ伸びるからいけるか。はい、こんな感じで準備が完成しました。いかがでしょうか。今日はねちょっとあったかくて天気いいので、ブルーのワンピースにしてみました。このブルーのワンピースね、ちょっとどこで買ったのか忘れちゃったんだけど、どこだったかな。でもね一昨年とか去年とかに買ったと思います。今日使った UFO なんですけど、私ねこのポレオの専用のねパック使って、今回やってたんですけど、普通のねフェイスマスクの上からもできるのですっごいおすすめです。だからいつも夜とかフェイスマスクとかねする人とかは、そのフェイスマスクつけながらこれね使えるので、いつものフェイスマスクをより効果的に特別なねケアにすることができます。そこもね私めっちゃいいなって思ってて気に入ってるポイントです。このね UFO はいつも通り下の概要欄に URL 貼っとくので、気になる方はねぜひぜひチェックしてみてください。そろそろお家出たいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。